じゃ、こんにちは。はい、豊さん。はい、今日は、また新しくチームが決まった選手がおります。そうだね。はい、今度ヤクルトですね。はい、はい、はい、ヤクルトが、西川遥輝選手、はい、加山投手、はい、松田秀選手獲得を発表ということで、はい、そうだね、トリプル補強、どの球団も、まあ、戦力外になった選手たちを積極的に戦力にしよう、補強しよう、ね、うん、まあ、そういうような形で動いてるよね。ねえ、だから非常になんかこう活性化するというかさ、うん、まあ、そんな感じもするけどもね。もう早いですね。早い早い、動きがね、動きがね、はい、まだね、まだまだいろんな選手の名前でね、まあ、あのここが動いたとかいうねニュースはありますけど、まあ、ね、まあ、実際どうなるのかなっていうところはありますが、いやいや、トライアウト動いたらもう即 ね動き出したというね、本当に、まあ、そういう印象はあるんだけども、というのは多分まだまだ大丈夫だよっていう選手がそのチームではなかなか活かしきれないっていうようなことが多いっていうことでしょうかね。そうだね、まあ、そうだね、うん、ただね、このヤクルトが取った3人、うん、これはね、なんか戦力になりそうな感じがするね。これはヤクルトにとってはハマるような。いや、ハマると思うよ。はい、まずまず西川遥輝、うん、楽天をね、戦力外となったんですが、そうそうそう、もうやる気さえあれば、まあ、やる気は本人あるんだろうけどもさ、なんかこう持続、継続ができないような、そんな印象ですか。まあそんな印象なんだよね、うん、だからこれが継続して1年間働けば、俺はまだまだね、相当数字は残せると思うんだよね。なるほど。で、まあバッティング、うん、あのスイングスピードがめちゃくちゃ速い選手なんだよね、うん、だからそれは一つあの特徴としてあるのと、はい、やっぱ足、うん、まあ、多少衰えたかなっていうような感じもあるけども、4回ね、うん、4回盗塁を取ってるしね、うん、だから走れる技術っていうのはすごい高いものがあるし、うん、あと捕球、あの 外野手としての、うん、やっぱこう足を生かしての守備範囲、はい、これは広いもんもあるし、うん、若干肩が弱いだけに、はいはい、まあレフトかなという感じもするんだけども、うんうん、まあ、ちょうど、まあ、レフトというのは今の段階では、まあ、ヤクルトは空いてるという、ね、なるほど、まあ、そういうことなんでこうハマってくるかなという、うん、まあその俺は村上がレフト行くと思ってるんだよね、うん、来季から、うん、でレフトに行って、まあ、センター塩見、うん、まあ、ライトサンタナ、うん、まあ、それを誰か今年みたいに塩見が怪我した時にポッと入れるような、なるほど、レギュラー、本当にレギュラークラスの控え、うん、まあ、そういうことにもなってくるのかなという感じがするよね、うんうん、だから非常に使い勝手が良ければいいなっていうふうに思うのと、うん、まあ、例えば抜いたプレーとかしてると、うん、まあ、青木が目を光らしてるからねだガツンと言うだろうしさ、ね、だからそこら辺はいい先輩がいるところに、うん、まあ西川行ったなっていうね。お兄さん通り越してお父さんみたいに怒られますか。まあまあそう、もちろんもちろんいやだからまだまだできる選手だけにね、うん、気持ちを入れ替えれば、うんうん、だからまあ期待もしてるし、はい、まあ、日本ハム時代からこう何回も取材をしてね、うん、話したこともあるし、うん、だからやる気にすれば、まあ、本当に能力高いんで、はい、まあ、頑張ってほしいなっていう、うん、まあ、応援しかないんだけどもね、はい、うん、頑張ってほしいなというふうに思うけどもね、うん、じゃあ西川選手にとってもご新天地はいいのかなっていう。いや、ただね、もうね、これが最後だと思うよ。なるほど。まだ若いけどね、彼ね、うんうん、30ちょっと超えたぐらいで30歳ね、うんうん、若いんだけども、うん、もうここでヤクルトに見切りをつけられたら、うん、もう他と絶対取らないからね。なるほど、うん、だからもうあのこうヤクルトに骨をねうずめるぐらいのつもりで、うん、まあ、やってほしいなっていうふうに思うね。はい、もうね、みんな周り関係者、西川を知ってる関係者ってさ、うん、あんな能力が高くてなんでこうなるのみたいな、まあ、そういうことを思ってる人はたくさんいると思うよ、うん、だからそれだけに認めてるあの人が多いんだよね、うん、あの能力的には、うん、だから頑張ってほしいなっていうふうに思うね。はいはい、はい、そして加山、うん、加山はね、うん、5シーズンぐらい連続で50試合以上登板してるんだよね、うんうん、でね、今年はその金属疲労みたいなのがちょうど来た年かなっていうふうに思ってて、うんうん、まあ確かに明らかに状態的には良くない、一時期のキレとか、うん、一時期の精度のいい、まあ、スライダーだとか、うん、まあ、そういうのがちょっと影を潜めて、まあ、せっかく追い込んでるのに甘いボールを投げて、まあ、痛打されるというようなね、うん、
まあ、多少そのパ・リーグの中でもう常に投げてたから、はい、慣れたっていうね、香山の攻略はもう分かってますと、慣れてますと、うん、いうような、まあ、そういう状況の中で、うん、それを上回っていくようなキレとコントロール、うん、まあ、そういったものが今年は残念ながらなかったね、確かに。まあ、それで戦力外になったとは思うんだけど、いや、まだまだね、彼のことだからできると思うんだよね、うん、で、やっぱこう経験値も高い、うん、白場をくぐってきたその選手だけにね、はい、やっぱそこら辺はもう一度原点に戻って、まあ、変則だけどもやっぱこう精度よく投げなきゃいけない、うん、まあ、最初はキレが良かったから、うん、変則だから甘いボールがあったとしても、うん、バッターのタイミングを外してんだよね、変則ということで、まあ、それだけで通用してた部分も確かにあったとは思うんだけども、うん、だけどそれが精度が良くなって、ただ金属疲労で、まあ、その自分の投球ができなくなってると、うんうん、だから一回リセットして、うん、しっかり体も作り直してきたら、彼はまだまだできると思うしね、うん、でヤクルトっていうのは、まあ、中継ぎにああいうタイプのピッチャーはもう欲しくてしょうがなかったんだよね。なるほど。だからちょうどハマるんだよね、うん、なるほど、うん、だからきっちり投げてくれれば、まあ、その投げた分の結果はね、なんか彼は出してきそうだし、うんうん、だから田口がね、うん、大事なところで言ってたように、抑えの前はね、はい、どんなところでも、だから香山もそういう風な形になれればいいなっていう風にね、うん、まあ思ってる。なるほど、うん、多分できるとは思うけどね、はい、俺はね、うんうん、33歳ね、33歳のまだまだ、まだね、うん、いけますよね。そうそう、先発ピッチャーでね、力が落ちてきたって言ったら、うん、もう先発できませんよっていう風になるかもわからないけども、うん、まあ中継ぎで一回リセットしたら、まあ、多分絶対大丈夫だと思うよ、うんうん、だから頑張ってほしいなっていうふうに思うのと、はい、はい、もう一人増田修内野手、まあ、同じソフトバンクからね、24歳ですね。そうそう、まだ、まあ、横浜高校でね、うん、この子のね縁があって、うん、初ホームランを見てるんだよね、生で、うん、ロッテ戦でね、うん、でこれが右中間に、うん、マリンスタジアムで、うん、放り込んだんだけども、うん、まあいいパンチしてる選手が出てきたなと思って、なるほど、まあ、さすがだなと思って、うん、で高校調べたら横浜高校、うん、あ、やっぱいい素質の選手がいい高校に行ってね、プロに入ってんだなっていう風に、うん、まあ、楽しみだったのよ、うん、で憧れてる尊敬する先輩がマッチということで、うん、おー、だからね、非常に元気があるんだよね、この子は。なるほど。で内野手で、うん、大体のポジションは守ってきてるから、うんうん、だからどんな場面でもどこでもできるような、うん、そういうタイプの、選手なんだよね、うんうん、で外野手もちょこっとやったりとか、うん、マルチにできる選手、うん、だから非常にベンチに置いとくと重宝できる、うん、それとヤクルトってすごく元気のある、うん、なんかこうみんな家族みたいにわーわー言ってやるような雰囲気なんで、うん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 、増田には合うかなっていう風に俺は勝手に思ってるんだけどね、うん、でマッチが熱おって言うじゃない、うんうんうん、あれをマスオって言うんだよねちょっとなんかいやいや、そう、違うキャラクターがちょっとよぎりますけどまあまあでもね、そのぐらいこう元気があって、うんうん、いいですね、はつらつとしてる、うん、それでこっちの関東に戻ってくる、まあ、長崎の出身なんだよね。そうですね、生まれはね、うん、ただやっぱこう高校時代多感な時代に、まあ、関東で育ってるっていうことは、うん、なんかこっちの方が空気が合うかもわからないしね、まあね、うん、で友達もいるかもわからないし、うん、だからまあそういうのでこうなんていうのかな、もう一度元気を取り戻すというかね、うんうんうん、そういうことで、まあ、開花していってくれたらいいなっていうようにまあ思うけども ね、 ね、だから俺は見た感じは素質はすごく豊かな選手で、うん、本当にマッチにクビになりましたって、うん、電話した時に、うん、お前マジかって嘘だろって疑うぐらい、やっぱマッチもね、うん、お前がクビになるはずがないじゃないかって、うんうん、いうぐらいやっぱ素質豊かな、うん、やっぱ人間だなんだよね、うんうん、まあだけどそのチームにはね、まあ、もっといい選手がいたのかもわからないし、うん、その中で溢れていったのかもわからないけども、うんうんう
まあ、ヤクルトっていう、こうすごく移籍しても働きやすい雰囲気を作ってくれる、うん、まあ、選手たちだから、うん、まあ、そこら辺で伸び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 ね、うん、まあ、やってほしいなっていうふうに思うよね。で若手の長岡とか、はい、竹岡とか、うん、ああいう選手もね、まあ、非常に成長してきてるし、うん、まあ、ああいう人間たちとなんかこう競い合ってね、なんか一つのポジションでも取るぐらいの勢いで、うん、ちょっとやってほしいなっていうふうには思う。ねえ、うん、もうマスオっていうのをね、見たいですよね。うん、見たいよね、うん。パフォーマンスね。いやだからそのまあ DeNA とか、うん、中日とか、うん、まあちょっと補強してるけど、うん、まあそれなりにうまい取り方してるなって思うけども、うん、ヤクルトってあまた来たかってこれはうまい取り方したぞってこの3チームの中で一番。うんああなるほどと思うのはヤクルトの、まあ俺は補強だよね。他のチームもねこれはっていう話をしてたけれどもその中でも、うん、いやそれなりにあるんだよ、うん、それなりにはいいとは思うんだけども、うん、その中でランクをつけると、うん、ヤクルトが今のところ一番かなっていう補強のランクね。そう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 、補強度合いというか具合というかそうそれとチームのバランスとかね、うんうんうん、まあいろいろ考えたらそのヤクルトがうまい補強したかなっていうふうには思うよ ねまだね、はい、高津監督はねまだ虎視眈々とあのね狙っている選手もいるようですからね。いやいるよ、ね、まあこのそのいろいろねあの戦力外になった人たちがある程度落ち着いたり、うん、でトライアウトを受けた人たちがある程度こうなんていうのもう一回契約をもらえるような選手たちが落ち着いたら、うん、今度は FA の選手たちが動き出すからね。ほんとね。ああ、だからこれはねこのオフはやっぱこうすごいわ。もうそういったね選手を誰をっていうふうにしている人たちなどはね、うん、今一番こう精神的にも大忙しですね。まあまあそうだねまあまあオフは長いからねまだね、うんうんまあ、どういう動きがあるかわからないけども、はいまあ、その都度ね、うん、ちょっと追って動画にしていきたいと思います。というふうなことで少しずつね、はい、皆さんの新しい環境も決まりつつあったりもしますが、そうだね、はい、また、ね、まあ、決まらないといい正月迎えられないからね。本当ですよね、うん、もう本当お正月なんてもうそんな話ですか。そうだ、ね、もう目と鼻の先にもう来てるじゃないまあその前にクリスマスがあるけどもね、はい、まあ大変です。はい、はいはい、ということで、はい、まあ本当に決まった選手はね、うん、おめでとうございました。頑張ってください。はい、はい。